兄ちゃん、さっきのやつはお前の兄貴なのか？あ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから3年早く島を出たんだ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して一回も勝ったことなかった。あんたが一度も生身の人間に。そうさ、負け負けだった。でも今やったら俺が勝つね。お前が誰に勝てるって？こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、まったく。とにかくまあ、会えてよかった。ほら、これをお前に渡したかった。あ、髪切れじゃんか。そいつ思ってろ。ずっとだ。その髪切れが、俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。もう行くのか？ああ、俺は今重罪人を追ってる。最近は黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。奴は海賊船で最悪の罪、仲間殺しをして船から逃げた。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会う時は海賊の高みだ。来いよ、高見。ルフィ。いいじゃねえか。